どうもすみません、キサラギ賞の結果分析です。1着ラーゴム、2着ヨーホーレイク、3着ランドオブリバティでした。レース全体としてはやっぱりタガノが逃げまして、で、まあ、前半は極端なスローではなく、まあ、楽できる感じのスローで、後半はある程度平均ペースにはまとめたかなというような感じなんですが、まあ、他の馬たちが途中から絡んできたわけでもなく、 途中から2番手に上がってきたラーゴムも、タガの貝を可愛がる感じに近いというかですね、特に潰しに行ったわけでもなかったので、その分タガの貝でもある程度残れたかなっていうようなところはありましたね。タガの貝はあんまり左回りいいとは思わないですし、今回の条件もそんなに合ってたとは思わないんですけれども、それでも残れてて、その理由としては他の馬たちが自滅しまくったっていうところがありますね。ですから今回に関してはですね、 まあスローペースではあったんですけれども、基本後方からババのインソトン出せば、それなりに競馬ができるっていうのは、そういうような展開ではあったので、養蜂レイクなんかはドハマリンに近いですし、ランドオブリバティもハマってる方なんですよね。他の馬たちが歩いてるわけですから、まあそう考えると、アランデルとかはですね、高馬体で能力はアルマなので、余計な形でバグに突っ込むとかせずに、最高音近いところから外回ってれば、 全然三脚はあったかなっていうような馬なのでまあ僕はアランデルの馬券は買ってないんですけれども単純な比較でいくとまあ能力面からアランデルはそれぐらいの能力はあったということですねそれでは右の方から一頭ずついきますジャンカルドジャンカルドはですね思ってたほどは良くなかったですねまあちょっとその腰回りとかその辺が甘いのかパンとした感じがなくて まあ丸みは帯びてるんで徐々に良くなってくるとは思うんですけれども、現状ではなんか、とにかく力が足りないっていうような場体ではありましたね。で、中段あたりから打ちをつくっていうような形で、これも全く良くないですね。まああれぐらいで打ちをつくんだったら、もう2店舗ぐらい早めに抜け出すとか、そういうような隙をつくような打ち好きなら良かったんですけれども、まあ基本的には後ろから外回った方がまだ構想できたかなというような感じありますね。 ラーゴムラーゴムはあんなに前に行くとは思ってなかったのでまあ、ちょっと道中心配な部分はあったっちゃあったんですよね。というのは東京なんかでも道中コーナーに関しては引っかかるような感じで行っていて直線では甘くなってたように、まあ、もしかしたらその道中で力を消耗して止まってしまう可能性があるのでなるべく後ろから行ってほしかったっていうところがあります。 まあ最高峰から競馬して外回るような、そういうような養蜂ーーレイクみたいな乗り方をしたら、まず馬券にはなるかなっていうふうには思ってましたので、まあそういう展開にもなりましたので、その形の方が安心して見られたっちゃあ見られたんですが、まあでも、好意のポジションでなんとか足が溜まったというか、まあ道中ずっと引っかかってたみたいなんですけれども、それでも、 余力力ががあるようにに能力が高いので、まあ、パニックにはならななかったような形の引っっかかり方だだたんだと思いますねそれでこの日の中距はですねうちの方が荒れてきてるっていうのもあるんですが中途半端なポジションで馬群の中でごちゃごちゃやったりなんかしたら馬によって戦意喪失しちゃうところがありましたんでそう考えるとですね勝負どころで早めにスッと2番手に上がっていったっていうのは後半だ,とだ,だったと思いますしその分馬は気分よく走れましたし。 まあ北村一機種技術的なレベルが高いのでその分直線がしっかりと伸びたかなというような感じはありますね。まあ、でも馬の印象としてはですねまだ全然若いですし道中引っかかる可能性が高いのと引っか道中は引っかかるんだけれども直線に関してはずぶさを出すっていうようなタイプだと思うのでジョッキーのレベルが低ければ今回も走らなかったと思いますし ジョッキーが乗り換わったりなんかしてレベルの低いジョッキーになった場合だとちょっとあまり買いたくないなっていうような現状ではありますね。馬体面に関してはですねちょっとまだキレが足りないような感じではあったんですがただ余裕があって重さがある分ですねその分足はたまりやすいかもなっていうふうに感じまあやっぱり重厚感があった方が長く足を使える傾向にはあるので、まあ、そういった意味では今の、まあ、この日の あれって言った中京でロングスパートに関してはある程度対応できるんじゃないかなというような感じの馬体には見えてました。両方レイク。両方レイクはスラッと仕上がってまあ、綺麗な馬体してるなっていうような形も良かったなっていうようなところですね。でた、まあ、めも効くような歩き方ができてきて、まあ、かなりいい仕上がりにはあったと思いますしこの形のまま成長できたら。 ある程度は、そのクラシックでも掲示板ぐらいだったら狙える馬になっていく可能性はあるかなっていうふうに思いますね。ただ、まあ、今回に関しては後方から外を回るような形で、もう竹豊騎手は、まあ、馬の力を信じて、まあ、きっちり追い込んでるんですよね。ですから、もう最高にうまく乗ったかなっていうふうに思いますし、他の馬たちがバタバタ歩いてるような、他の馬たちが止まったような競馬ではありますので、 見た目の錯覚的にすごく伸びてるようには感じるんですけれども、洋方レイク自体はやっぱりそこまでの切れる足はないので、もうワンランク上のレベルの馬たち、もしくはラーゴムが足を溜めた形でもですね、ラーゴムより切れる足を使えるかというと、そこも微妙だなっていうような感じがありますんで、まあ、ラーゴムもそこまで今は切れる感じはないので、ラーゴムと洋方レイクは同じぐらいの足かなっていうふうには思いますんで、まあ、今回はラーゴムは前から 先行して抜け出したっていうような形なんで足は目立たなかったんですがラーゴムとヨホーレイクは大体追い込めば同じぐらいの足かなっていうような印象でいいと思いますねダノンジェネラルダノンジェネラルは追い切った後に減ったのか輸送で減ったのかわからないんですけれども後ろの付け根周りが寂しいんですよね特にダノンジェネラルは後ろ足が縦に入るようなバネで走るようなところもありますので まあそういった意味ではあそこが重要なので、まあ、ちょっとメリハリの効いた感じの仕上がりにはなかったっていうところがありますねそれでもある程度は能力がある馬なのでいいポジションからすんなりとなだれ込むような競馬ができたらいい競馬できたと思いますし、まあ、例えば今回最高峰近いところから外回るような競馬をしてたらアンド・オブ・リバティあたりとぐらいなら同じような競馬はできてたと思いますし あとは先行抜け出しっていうような形でもいいところ出た可能性はあったんですが、まあ、ちょっと中段あたりでポジションが悪くなってごちゃごちゃしたところで直線でもスムーズに行かずっていうような形で挟まれてっていうようなところで競馬が終わりましたねですから、まあ、ちょっと全然今回は次にもつながらないというかですね馬にとって競馬に対するイメージが悪くなってその前向きさがなくなってしまう可能性 気象的に難しくなっていく可能性があるような負け方をしてしまったのでちょっと後遺症が心配だなというようなところがありますねそれで川田騎手はですね一つ前のレースのトリトンステークスでオールザ・ゴーでもですね同じような形でスムーズにいかずっていうような形だったんですよねですからなんか中途半端な競馬が続いたなというようなところがあって腹、まあ、くくって競馬できるタイプの力技なのにこういうことも日によってはあるんだなというような なんかさえない日だったなっていうようなところはありましたね。鷹野会。鷹野会はパワフルなタイプではないので迫力は変えてたんですけれどもでも馬の形は良くて馬体は良く仕上がってたかなっていうふうに思いますね。ただまああまりその直線で瞬発力があるとかあとはコーナーからグイグイ引っ張るようなスピードもあるわけではないですし、まあ、今回に関しては前半スローで楽に入れて まあ後半もですね、平均ペースでいけて、4コーナーの手前とかでも、4コーナー前後でも他の馬たちが競りかけてくることもなかったので、その分直線余力が残ってたかなっていうふうに思いますね。基本的には右回りとか小回りとかで大逃げでもさせてもらってとかの方がですね、構想しやすいかなっていうふうに思いますね。当選クライマー。当選クライマーはやっぱりだんだん気配が落ちてきてますね。 新馬戦の時なんかはもうちょっと溜めが利くような感じがあったんですが、まあ脚力が足りないような感じでワンペースの競馬しかできないかなっていうふうに思いましたし、まあ後方から相手も強かったなっていうような内容ですね。ただ、打ちに行くんじゃなくて外に出してほしかったですね。チャンスがない馬でも最低限のことをやってないと、とにかくハマる時でもハマらないんですよね。 後方から打ちつきなんてもう話にならないんですよね。特にこういうような打ちが荒れてるようなババで重症でっていうことになると、せめて外に出してれば、あと1頭2頭を買わせてた可能性はありましたし、そういうことを繰り返していかないとチャンスのあるまでハマるときもハマらないっていうようなところもあるんで、まあそういうところからやっぱり若手ジョッキーはちゃんと考えていかなきゃいけないかなっていうふうに思いますね。競馬に対する姿勢が甘いです。湘南アレス。 湘南アレスはですね、結構いい馬体してて筋肉の質なんかも良さそうで見栄えがするんですが、ただやっぱりちょっとパンとした感じが足りないというか、まあ、腰回りとかが弱いのかなというような感じがあるので、まあ、ちょっと今の荒れた馬場で重症でっていうことになると、ちょっと力が足りないような感じはあったのかなというふうに思いますね。もうちょっと綺麗な馬場でスピード競馬とかだと、今でもある程度は走れるかなというような印象はありますね。 で、まあ、2番手に行けてて、あそこからスムーズな競馬してればもう少し構想できてたとは思うんですけれども、まあ、ちょっと4コーナーの手前で不可解ですね。うちの方からラーゴム、北村祐一騎手が上がってきてて、で、タガノもですね、ペースを上げていってるんですが、後手後手に回ってるんですよね。ババのいい真ん中ところに出してマイペースで競馬させようと思ったかもしれないんですが、 競馬を作ってる先行馬、他の先行馬たちよりも後に仕掛けてしまうと飲まれてしまうんですよね。競馬に飲まれたっていうような形で馬がついていけなくなったような感じもあるんで、先に仕掛けてればもうちょっと構想できてたとは思うので、そういった意味でジョッキーもなんか油断、油断というよりかはなんか積極性が足りないような競馬で馬の足を引っ張ったなっていうような感じの競馬ですね。アクセル。 アクセルは前走調子を崩してたんですが、今回は新馬戦の時みたいな、そういったような、なんか、馬体の見栄えはするような感じはありましたね。ただ、やっぱり所々弱さがあって、ま、ま腰とかその辺なんかもパンとしてないのかなっていうような感じがあるので、この馬場で相手関係も厳しかったかなとは思うんですが、ただ、それよりも乗り方ですね。全然工夫をしてなくて、後為の外外を回ってっていうような形で、大味な競馬ですよね。この辺、 なんか芝山悪い意味で芝山騎手らしいなっていうような内容ではありましたねランド・オブ・リバティランド・オブ・リバティは馬体重が減ってたっていうだけじゃなくて前の肩回りとかがですねボリュームが足りないっていうふうに思いますしあとは全体的にも小さくまとまっちゃってるんですよねですからまあなんか見た目的にあんまり大物感を感じなくなってきてるというか馬がしぼんでいってるなっていうような感じはあるんですがただ 脚力とかはある程度ありますし、能力はある程度あるので、構想できた部分はあるんですが、ただ、もしですね、スタートが良くてですね、先行してた場合だと、全然だったと思います、ね。た多分それに頼る能力がなかったと思うんですが、今回は、あのー、スタートをそっと出して、それで挟まれて、ああいう風に腹をくくるような、後方からの外雑誌っていうような競馬をしたんで、負担が少なかった分、伸びたかなっていうような内容なんですよね。で、 あれぐらい腹をくくればですね、能力さえあれば、切れる足さえあればもっと伸びるんですが、大して伸びてないですよね。他の馬たちがバタバタ止まってるだけでしかないので、まあ三着拾えたっていうのはですね、運もあって腹をくくった競馬をしたんで、拾えたかなっていうような程度ではありますので、全然内容としては明るい材料は一つもないですね。それで今後に関してなんですが、 まだやっぱり現状は左回りはそんなに良くはないと思いますし、まあ今回みたいに腹くくって直線だけの競馬とか、まあもうちょっと前のポジションでも前に壁作って直線だけの競馬とかだったら、左回りでもそれなりには走るとは思うんですが、基本的には右回りの方がいいですね。ただ右回りに戻ったとしても、今のスケールでは小さくまとまっている状態ではトップレベルとは戦えないかなというふうに思いますんで、 まず、馬体面、ゆったりと作れるようになるかっていうところ、そこは吸車力にかかっている部分はあるんですが、ちょっと、ちょっと、吸射力が現状、いまいちな印象がありますので、吸車が成長できたりなんかしないと厳しくなっていく可能性は高いかなっていうふうに思いますね。まあ、ただ、まあ、右回りで腹をくくるような直線勝負みたいな競馬だと、まだそれなりには走ると思いますんで、まあ、その辺ですね、まあまあ、スピードを生かすような競馬だと、現状だと、例えばサツキショー、皐月賞。 とかでまともに厳しい競馬になったら、先行抜け出しで勝ち切るって言うのは難しくなってきているかな？というような場内ではありますね。ドゥラモンドドゥラモンドはですね。成長段階としてはゆったりとしてていい意味で余裕があるのでいいとは思うんですが、ただパンとしてないですね。脚力も足りないですし、まだまだ未完成すぎるって言うところがありました。でまあ岩、岩田未来騎手も。 まあ極端に悪い競馬はしてないんですがもうちょっと腹くくってためてもよかったかなというふうに思いますね結局中途半端に4コーナーの手前で外に出して動いていってくれたおかげでその後ろのヨホーレイク竹豊騎手は競馬がしやすくなったんですよね追い込み馬ってああいうふうにちょっと前の馬がですね外の方からスッと早めに早仕掛け気味に上がってくれるとそこついていって最後伸ばすっていうようなそういうような追い込み方がしやすくなるんですよね ですから多分ヨーホーレイク竹豊騎手からしたらあいい感じで勝手に動いてくれたなっていうような感じでドゥラモンドの岩戸未来騎手を見てたと思いますね。アランデルアランデルは結構いい馬ですね。あの馬体重が増えてて、ま、成長段階としては良かったかなっていうふうに思いますしちょっと後ろ足の踏み込みが後ろに流れちゃうんでその分切れ味タイプというわけではなくてワンペース気味なところはあるんですがでも 足を溜めればランドオブ・リーバティぐらいな足なら全然使えるかなっていうのはそういうような感じではありますね。で、まあ、とにかく中段よりも後ろ、まあ、後方からバグの中に突っ込むっていうのがまずナンセンスなんですよね。このま大飛びってあんまり小足が使えるようなタイプでもないですし、基本的にはなるべく4コーナーはスムーズに加速させてあげたいタイプなんで、まあ、なんか無謀な 策だったかなっていいう,うに思いますねですからもう最高峰の近いところから外を回ってっていうような形で勢いつけて回ってれば全然何度オブリーバティぐらいになら先着できてたとは思いますしすごいもったいない競馬だったなっていうふうに思いますね。まあ、基本的には直線の長いコースよりかは小回りコースとか、まあ、中山の2線なんかも合いそうですしそういった意味であのはまるタイミングに動けたりなんかすればですね 一発あってもおかしくない馬ですし、もしかしたらサツキショーで掲示板以上とか構想する可能性があるタイプかなっていうふうに思いますね。ただ、ギリギリの勝負になるとやっぱり追わせるところがありますんで、池添騎手は追えるタイプではないので、やっぱりこういうズブいタイプを動かせるタイプのジョッキー、まあ、まくるタイミングとか中山で知り尽くしてる田辺騎手とか、その辺なんか合うんじゃないかなっていうふうに思いますし、アランデルは田辺騎手あたりが乗ってきたらサツキショーとか、弥生翔とかでも、 スススプリングステイクスでも面白いところはあるとと思いますね。とにかく今回はですね極端に自滅した馬が多かったので、あのー、もったいない競馬をした馬もいますしちょっと状態面がいまいちの馬もいましたんでまだ期待できる馬もいるということで、あのー、すごい大物っていうのはいないかもしれないんですけれども、まあ、でもそうですねクラシックに出走できる、まあ、クラシックで 上位10頭になれる可能性がある、そういったような馬はいたかな、というような感じですね。以上です失礼します。